音来てる？なんかテストって書いてもらえます？テストって書いて、テストって。みんなテストって書いて。寿司アットマークマック BF1CB750 3テスト。大地と雷ちと3テスト。これくらいで OK？ 音量。テイステイステイス。聞こえる？部屋掃除。これくらいで OK かな？寿司アットマークマック BF1CB750 3 OK。OK。うん。大地と雷ちと3 OK。OK。これだとダメなんだ。ちょっと待って、もう一回設定変えるね。ゆうたんさんはどつ、A はど矢野ラッつ？キーさん配信。これでどうかな？もう一回テストって書いて、みんな。テストって。矢野ラッキーさん OK です。もう一回、テストって書いて。ブシスアットマークマック BF1CB753 テスト。これで OK かな？大地と雷ちと3テスト。矢野ラッどう？キーさんテスト。くももんさんテスト。音量どう？ゆコうメンたんトさんテスと。ト。ブシスアットマークマック OK。BF1CB753 OK。音量 OK？ はいはい。延長の時教えて。じゃあ、のんちゃんそっち側、食べ終わったら片そう。で、はーい。俺こっち側片すか矢野ら。ラッキーさん OK ですよ。ゆうたんさん OK。OK。のんちゃんご飯食べてなかったの？うん。じゃあ、お片付けします。なんか、コメント拾える？ここで。声聞こえる？なんか普通にコメント返せるから、大丈夫だから。普通に話しかけてね。どこ飛び捨ててくるか。ブシスアットマークマック どれ捨てていいのか分かんないな。BF1CB753 聞こえます。これ今飲んで大る。地と雷捨てるちやとつ3大丈夫。まあ、後でウエでいいちゃや。んさんこんにちは。危ゆうたんさん聞こえる。矢野ラッキーさん大丈夫です。ない。危ない危ない。大丈夫？画鋲が落ちたな。画鋲落ちたから気をつけて。うん。ちょっと考えよ。本当に今日大掃除だよ。画鋲が落ちた。危ねえな。とにかく超きれいにするって覚えといて。ちょ、片すよ、みんな。話しかけて全然いいからね。コメントは拾えるから。プロだから、配信の。笑い男さん、ただまあ。ブシスアットマークマック BF1CB753 以外と片付いてると思う。矢野ラッキーさん、いろいろな本がぎっしり。今、そうそう、本がぎっしりなんだよね。いや、片付いてない。ソファーとかもひどい。要は見えるところは綺麗なんだけど、見えないところが汚いから。やっぱり汚いと嫌じゃん。音量のバランスブシ OK スだよアッね。トマークマック BF1CB753 なるほど。うん、見えるところは綺麗なんだ。いや、画面で隠してんだよね。ひどいの、この辺とか。ブシスアットマークマック BF1CB753 音量 OK。音量 OK。 ありがとう。知り合いがさ、配信覚えたいんだって。だから明日なんか昼、こう俺の家来るらしい。
何届いたの？これ電球。ニンニが電球買ってくれたの。ライトだね。スタンドライト。ニンニいつもありがたいよね。ニンニ古いよな。ずっと応援してくれてるってすごくない？すごい。ね、あれ、ダンボールの日っていつだっけ？月曜日。月曜日か。今日何曜日？わかんない。今日何曜日みんな。何曜日かわかんないかんね、俺らの。月曜日じゃない？今日。今日月曜日。あ、じゃあ、あ、そっか、今日逃したんだ。アットマークマック BF1 CB753 月曜。今日月曜だ。え、これなんだろう。なんか機材っぽいの取れてんな、怖えな。なんかさ、あの、部屋からパーツみたいなの出てくると怖いよね。なんだかわかんないパーツみたいの。これなんかの部品だろうみたいな。わかる？何の部品だこれっていうの出てくると怖くない？くももんさん、それわかる？ WW。 わかるよね、なんか謎のパーツが出てきたときに。でも絶対いらないんだよね。寿司アットマークマック BF1CB753 自分のうちパーツだらけです。わかる。矢野ラッキーさん、わかります。わかるよね。大地と雷地地と三和ヶ谷ではよくあること。アットマークパーツ、あるあるだよねこれ。あるある。ゆっくりでいいよ食べんの。うん、よいしょ。本格的に今日は片っすよ。さん、いらないんだろうなって思っても捨てれないんだよね W。 そうそうそう、捨てれないんだよ。そうそう、捨てれないの。なんだか必要なパーツなんじゃないか感が出てくるんだよ。でも絶対いらないんだよね。そのパーツが元に収まることはほぼない。で、3年後くらいに気づくんだよ。あ、あのパーツだったんだ。でももうその頃には2つぐらい同じパーツが取れてる。結局もういらない。ヤノラッキーさん、マニアも辛いし捨てれなくて。うん、何なんだろうね、あのパーツ問題。絶対出てくるよね、いらないパーツ。謎パーツ問題。大地と雷地地と三和と似たようなツールが何個も出てくる。はいはいはい、あれあれね。わかるわかる。何個も同じようなパーツ出てくる。まあでもいいきっかけだよな、大掃除の。どう、最近面白いことあった？この時間全然放送してないから久しぶりなリスナーも多いでしょう。この時間全然やってなかったからね。なんかね、見ないメンツだもんね。最近朝方とかばっかりだったから。あれ、和道だってなるでしょ。どう、みんな調子は最近頑張ってる？いい感じ？体調悪くてさ、俺絶不調だよ。みんなアットマークマック BF1CB753 仕事は順調。仕事順調？よかったよかった。仕事が順調なのはいいことだよ。いいね。プシスアットマークマック BF1CB753 風邪予防してます。風邪予防してる？いや、みんな元気でよかったよ。夕方リスナーは仕事終わりリスナーか？この時間まだか。大地と雷地地と三昼に行動することが増えて一般的な普通の生活になった気がします。いいじゃんいいじゃん。矢野ラッキーさん、体質改善しようとしてます。体質改善、ちょっとね、来なかったもんね。夜中組だったもんね。最近もう朝早朝、夜中から早朝ばっかりやってるよ。
本来もう今寝る時間だもん俺。もう眠たいよ。眠しだよ眠し。みんな元気だ。よかった。さあ、大掃除頑張るぞ。美味しかった。まだ食ってんのか。美味しい。本当マック好きだよね、うん、子供みてえだよ。ジャンクフード大好きなもんだ。おいしい。こうね、ジャンクフード大好き系は大体子供の頃ジャンクフード与えられなかった人がねハマるん。のんめし食べたいんだけど俺もういい加減もう3ヶ月ぐらいのんめし食ってないんだけど。トマスターさん、海坊さん、素敵に撮影できました。あいや、ちょっとやっぱ時間が足りなかったかな。あと三脚立てたらダメって言われちゃったから。三脚立てたらダメの意味が分かんないけども、手持ちは OK で三脚立てたらダメの意味が分かんないよね。誰かに迷惑かけてるわけじゃないのに。変な国だよな。ルールばっかり。東京おかしいよ。そう思わない？誰もいないんだよ昼間の公園だから。誰の迷惑にもなってないのに。バカだよな本当。ルール規制でさ、何なのっていう。そう思わない？みんな。いや誰かに迷惑かけてんなら縛らないダメだけど、誰にも迷惑かけてないのに。俺東京のそういうところが嫌い。いいよね。変な国だよ。ギスギスしてて。せつがれえよな。コンプライアンスとかないんだよ。ルール、なんつうの、変、自分たちでルールで。そのルール守ろうとして頭おかしくなってんだよ本当に。いや俺マジでやばいと思うよ本当。パーフェありがとう。マルーンパフェありがとう。4曲だったら OK？ いいね。そういうトンチが効いてていいよ。はいわどつ。いやどうすっかな。ここにゲスト座って配信見てもらった方がいいから、ここ隠さないとな。お客さん、ここに座ってもらって、ソファー硬そう。ソファー、コーヒー飲みてえな。いやでもなんか最近ね、解放が閲覧伸びてきてね、頑張ってるよな。初発回とか言わない。のんちゃん、解放のこと初発回って呼んでんの？うん。あ、そうなんだ。今日だって和道さんがね、三蔵、方針に見えた。そっか、すごいアンチだな。三蔵法師って多分初代ポケモンマスターだよね。ね。ルシスアットマークマック BF1CB750 三段完熟で頑張っているんですね。いや段完熟頑張ってるよ。
あれ解放の会ってまだ放送されてないんだっけ。小島グランプリまでか今、ないな。小島グランプリ前だっけ今アップロードされてんの。初発会のはまだない。初発会って言わないの豚ほんと解放嫌いだよね。のんちゃんね。マルーンさん、のんちゃん、わら、のんちゃん解放のこと嫌いだから。歌は言い過ぎでしょ。ブシスアットマークマック BF1CB753 のんちゃん無双。のんちゃん解放大嫌いだ昔からだよね、うん、だってワトさんにまとわりついてくる。イホーちゃんって嫌われキャラって感じしないけどねいや違うな、因縁があるんだ。因縁が。因縁がある。矢野ラッキーさんを二人でモグモグ。俺食ってねえ。ああパフェありがとう矢野ラッキー。近藤節子さん、焼きもち焼きなのりこさん。のんちゃん焼きもち焼きだよ。この前すごかったよ。浮気だってまた言ったの。のんちゃんが、ワトさん浮気だって言うから、どうしたって言ったら、トイレットペーパーがピンクになってる浮気だって言ったから、ね、もう病気だろうって思ったけど数々の浮気だを聞いてきたけど、さすがにトイレットペーパーが、いやピン、トイレットペーパーすごいよね。感性がすごいよね。マルーンさん、それは浮気だ。それ浮気なんかい。ピンクの花柄なんだよ。待って、いやそれしかなかったんだ。そうこれだよこれ。ただトイレ、俺がお尻がちょっと切れ痔っぽくなって高いやつにしたのよ。柔らかい300円のこれにしたら浮気だって叫ぶんだよ。女ができたんだって、めちゃくちゃだよ本当に。いい香りが。マルーンさん、あーやってる、やめなさいマルーン、やめなさい。何でも浮気だ。アットマークマック BF1CB753WWW わらわらわら。何も変えない。マルーンさん花柄なのか。やめなさい。勘違いの原因にはなるかも。ならねえよ。なさい W。ならねえよバカ野郎。アットマークマック BF1CB753大草原。大草原。カレー王さんお尻を良い香りにしてた。そうそうそう。大地と雷口ちと三大人になった四つ葉。そうそうそう、四つ葉だよ四つ葉本当に。クモモンさんならね、いただきました W。いや大人になった四つ葉だと思うよ本当に。のりこ。近藤節子さん、世間一般にはピンクは浮気。さっきお前らね、本当そういうところ良くないよ。お前らがそうやってのりこを甘やかすから、のんちゃんこんなん育っちゃったんだよ。本当。どんだけのりこラブなんだよ。お前ら。のりこを甘やかすなよ。ダメだよ。のりこ甘やかす大変なことになるから。天変地異だから、天変地異。いやこのバッグめちゃくちゃいいよ。 BF1CB753 では厳しく見ていきます。そうだよ、のんちゃん違うよって。浮気じゃないよって。和藤さん浮気しないよって。そこまでモテないと思うよ。うるせえよ、それは違えだろ。それは余計だわ、そんなこと聞いてないわ俺。これは完全に俺に対するディスだろ。ただのディスだよ。クモモンわら、よいこさん、かずみちちゃん、どもどうも、お疲れっす。よいこさん、
モテないと思うわ。なんかそれは俺に対する誹謗中傷でしょ、ただの。それはおかしいよ。それは違う。俺ダンカンさんの名刺どこだったの？ W バレちゃった。 W ダンカンさんの名刺のアクションどこ行ったんだろうか。マックか、こんなかか。いや、ていうか名刺作んねえと、名刺作んないとまずい。さすがにもう名刺切る場面が増えすぎ。名刺ホルダー買わないとな。一応のんちゃんの中では和道さん世界一かっこいいことになってるから。世界一かっこいいね。そこはのんちゃんは眼下におすすめだけど W。 はあ、ブロック対象だよ。意外にしろよ。えなさん今日すごい動き回ってるじゃん。わら、いや最近こんな感じだよ。本当にマジで本当に忙しくて配信できねえんだよ。もうあの配信外なだけで本当にこんな感じ。バッタバタだよマジで。配信やりたくてしょうがないもん。忙しい忙しい、大変だよマジで。本当にやばいね。よいこさんのんちゃんかわいい発言わら。いやマジででも転換期だなと思うよ人生の。本当にいろいろと。さっちゃんさんはどさんいいカバン持ってるね。いいカバン持ってるでしょ。ランドセルって叩かれて、なんでもディスられたんだ。あれ俺名刺入れどこやったっけ。あれ、さっちゃんさん赤いカバンって革物。革だよ、本革。シスアットマークマック BF1CB753 ランドセルでいいじゃない、かっこいいよ。ランドセルって言い方だよね、言い方。さっちゃんさん皮物だと使っていくうちに味が出てくるよね。そう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 。くももん3手入れしてかなり変わったような気がする。あ、3年使って2年か、あれ買ってから2年経ってるからだいぶ変わってきたよね。だいぶ変わってきた。よいこさん確かに転換期だね。コート B。 いや転換期転換期本当に。みんな33歳ってどんな年だった。こんなにね、なんかいろいろ、なんか多分ね今がねすげえ大事な時期だと思うの。40歳に入る転換で、なんかそんな気がする。人生の節目っていうか変わるタイミングだと思うんだよ、振り返った時に。さっちゃんさんはドサンの配信って音フェチにはたまらんかも。なんで音フェチなの。 なんでたまらんの。
どした。ごめんね、こんな配信で、手抜き配信で。ちょっとね、マジでね、バッタバタなんだよ。さっちゃんさん、なんか耳に心地よい音がする。カチャカチャとか鳥の鳴き声とか、はいはいはい、良い子さん良いことです。いろいろありましたよ。いろいろあった。33ペッタ、ちょっと飲んじゃん、多すぎん、それ見せてこないよ。ほら、うん、ほら、こんなに抱えてんだよ、捨ててきな。ダメだよ、飲んじゃん。ダメだよ、のりこ。これはのさんが飲んで。うるさいよ。くももんさんを勝たさないと。あ、これ、これいいよね、統合フェスの T シャツ。これかっこいいよね。かっこいい。これ、ワドの名前入ってんだよ。ほら、後ろに配信者の名前も、名前も入ってんの。統合フェス、これかっこいいよね。プシスアットマークマック BF1CB753 グッド。いいよね、統合フェス。洗ってきよう。さっちゃんさん、それいいね、飾ってもかっこいい。飾ってもかっこいいよね。デザインすげえいいよ、統合フェスの。大地と雷ちと炭素の頃は始発出勤終電帰宅の毎日で生活を見直した時期だったと思う。あ、くももんさん、それ普段着れそうだね。普段着れるよ、全然。デザインめちゃめちゃ、バンド T シャツだからやっぱかっこいい、東郷さんの T シャツ。バンドマン心にグッとくるよね。ズバズバくるよ。さん、それとジーパンでおしゃれになりそうだね。なるなる、全然。いや、体鍛えないとダメだな、ちょっとな。体がだらしなくなってるから。矢野ラッキーさん、来年こそロッキン。そうだね。あ、なんかあった。一球危ない。ワンピース。なんでこんなとこにこんなあんの。エナさん、のんちゃんって年がら年中短パンだね。そうだね。足が売りなの。美脚だ。美脚ののりこだ。のんちゃん、めっちゃ行き来してるね。 W、 いや、のんちゃんを働かせないと。のりこ全然働かないから。ハンマー大事だな、これ。プシスアットマークマック BF1CB753、 働くことは良いこと。おいよ。いや、働くこと大事よ。働いてないけど、まあ、働くとは何なの。のんちゃんは本気で怒ったりする。のんちゃんは俺に怒ったことはないよ。俺に怒ったこと一回もなくないのに。こうないよね。喧嘩を基本的してないよ。さっちゃんさんは、どさん夜ご飯どうするの。いや、とりあえず勝たすことだけ考える今。ちょっとマジで勝たさないと明日お客さん入らない。しんちゃんママさん、ただいま。おかえり。今から晩ご飯作り、今なら楽しませてもらいます。おいしいご飯作って。いや、とにかく明日お客さんが来れる状態を作らないとまずいです。とりあえず勝たすことだけ考えよう今は。まあ、片付けてからもう今日一日終わってぐっすり寝て、で明日とりあえず片付け、今日は。さっちゃんさん、前から思ってたけど、ワドさんの絵やってヴィンテージ感出ていいね。ヴィンテージ感出てる。
いやいや、もうほんと物欲の権限みたいな部屋だけど、ヴィンテージ感って何？ヴィンテージ感、ヴィンテージ感、ヴィンテージ感って言いたいだけでしょ、それ。家がヴィンテージだ。家がヴィンテージだよ。そうだね、うまいこと言うね。そう、ただボロいだけだ。エナさん、いや、部屋の作りが気になるわら。いや、6畳一間だよ。6畳一間めちゃくちゃな部屋だよ、本当に。来たらみんなびっくりするもん。こうなってんだみたいな、すげえ部屋だなっていう。部屋来るとみんな狭っていうもん。配信ってさ、ワイドに見えるんだよ、広く見えるんだよ。配信者の部屋とかも狭いよ、やっぱり遊びに行くと。こんな狭いんだってびっくりするもんね、みんな。さっちゃんさん、6畳より広く見える。6畳一間だよ。6畳、この映ってるとこだけですでに広く見えてる。ここがだから3畳だよ。半分区切ってあるから。な、無理やり詰め込んでんの。いや、広い部屋引っ越したいよ。金作って。ちょっとこれはね、ほんと無理があるなって、みんな来るとびっくりするよ。本当にびっくりする。狭って。明日どこに呼ぶの？隣の3畳の方。いや、ここに座ってもらう。配信をこうやってみたいっていう人で。おいすおいす。なんか配信をやってみたいんだって。で、そのなんか一回見てみたいって。珍しくここにお客さんが来るよ。で、配信回す感じだね。金魚姫さんはど通過しながら聞いてます。ああ、アイテムありがとう。いいね、ありがとう。サンキュー。みんな晩飯時だよね。大男さん、延長してますわ。はい、延長代ありがとう。気が利くね。大男ありがとう、いつも。やっぱだから配信、大男さん、いいね、50個プレゼントしました。なんかやっぱあれじゃん、配信で稼げるっていうのがやっぱ巷で噂になってるんじゃないの。巷で。笑い男さん、風船を10個プレゼントしました。知り合いとかでも配信さ、リスナー。笑い男さん、バーガーを5個プレゼントしました。やっぱ、笑い男さん、ハートをプレゼントしました。配信さ、やっぱ、見てる人増えたって感じしない？みんなの中でも。そんなことない？知り合いとか、私も見てるよとか、俺も見てるよとか、会話にならない？なんか昔より増えてる気がすんだよね。俺の感覚だと。そんな気がする。さっちゃんさん、ふわっちハマったのも彼氏の影響。あ、彼氏の影響なんだ。彼氏はどこリスナーだったの？あ、これハイドと同じネックレス、みんな。これ、あの、1800円で売ってて、あの、日本一おしゃれな街、竹下通りで買ったんだ。よっさんか。これハイドがつけてるやつだから、1800円。かぶれるんだよね、これ。なんかね、汗かくと、この辺が真っ青になるの。これ、ハイドがつけてるやつだから。超オシャレでしょ。ほら、ハイドそっくりでしょ。ラルクアンシエルのハイド。うん、やばいでしょ。食いつき悪いな、今日。なんか最近ノリ悪いよね。擦っても笑ってくんないんだよ。よいしょ。笑い男さん、つけるのやめておいた方がいい。金魚姫さん、ハイドかと思った。ハイドかと思った。そう、遅いよ。もう手遅れだよ。引っ込めたよ。そういうのはクイックで打たないと。遅いよ。しょげちゃったよ、俺。心折れたわ。一人なんかマジレスしてる。金魚姫さん、しょぼん。体
かぶれるならつけない方がいいよっていう、なんか全然面白くないコメント書いてるやついるし、なんだそれ、ボケつぶしか。そこじゃないよ、突っ込むところ。ハイドの下りで。あれ、これなんだっけ、これ何の充電器だ、これなんだ、ああ、掃除機だ。大事なものだ。大事なものだよ、これ。掃除機が充電できなくなるところだ。クモモンさん、そうそう、シルバーの汚れなんだけど。はいはい、シルバーの汚れ。はい。どうした？シルバーに関しては、うちはうるさいよ、本当に。シルバーの汚れ。はいはい、どうした？シルバーって言ったら俺だからね。どうした？何でも聞いて。クモモンさん、炭酸ソーダで汚れが綺麗になるよ。教えるのかよ。俺に教えるのかよ。俺一応シルバーアクセサリーのあのアーティストでもあるから、その教える系か質問じゃない、どうしたらいいのじゃないのか。わらわらわら、俺一応シルバー作ってるんだけどな。あ、そう、そっちか。本当なんか今日。金魚姫さん、わらわら。そうなんだ。これ大事なやつ、和道。ああ、和道シルバー。ありがとう。矢野ラッキーさん、WW。そっちか。辛い男さん、わらわらわら。くももんさん、前に汚れでかぶれてるのかと思ってさ、W。いいよ。なんかもう、噛み合わねえな、ほんと。最近ほんと噛み合わねえな、お前らと。よい子さん、爆笑。ネタがやりづらいんだよ、もう。ネタがやりづらい、やりづらい、もう時代が変わったんだな、ほんとピュアミンばっかりだよ。だからさっき言ったの、和道リスナー、和道ギャルズって呼んでたけど呼び名変えようって、もうギリケン女子って呼ぶから、ギリケン女子、君たちの新しい名前ギリケン女子だから覚えといて。ギリケンって何？ギリはカタカナでしょ、うん、剣は健常者の剣。だからお前らギリケン女子だから。本当はあのガチショーババアなんだけど、ガチショーババアって言うとあの本当にネットが炎上するから、ギリケン女子って呼ぶことにしよう。ほらこういうのも笑わないでしょ。ほらこういうのも笑わなくなったでしょ。もう本当やばいぞ、本当にいよいよネタが通用しなくなってきたから、さーって引いてるでしょ。マジか。矢野ラッキーさん W。遅いよ。間が遅い。アットマークマック BF1 CB 753男だから大丈夫。違う、そういう問題じゃない。ヒロシアットマーク水沢海さんハイドじゃねし。クモモンさん、どういう意味かわからないんだもん W。なんかギリギリゲン、ギリギリ健常者の女の子だよ。ギリギリ健常者の女。しんちゃんママさん、わらわらわら。遅いよ。その合わせたような笑い遅いよ。ヤカトペコのご飯あげた？あげたよ。クモモンさん、そういうことなのか WW。 そう、ギリケン女子。しんちゃんママさん、 A、 A っつって。マウイワウイさん、本心にかぶせてネタにするから。ちょっと ネタ笑ってくれるの、なんかね、ほんとね、なんかね、ほんとに変わったなって思う、ネット界。あの、なんか昔受けたネタが全然通用しなかったりするから。あとね、金の貧乏ネタとか、金、なんか金掴んだネタとかが受けなくなった。だから多分リアルになったんだと思うよ。昔はなんかこう、結構笑い取れてたネタが取れなくなってきたよね。笑ってくれなくなってきた。これ大事な電気は。それどうしよっかな。ここ。うん。そこ。そこでいいや。いや、本当に時代の転換期ですよ、今。
クロモンさん女性が多いからじゃないの。女性が多いからっつうかね、まあ女性多いね。女性多いっていうか、その毒をつくのが。マウイマウイさん笑わないのは思い当たる節があるからかな。いや、いやっていうかね、あのピュアミンだよね、やっぱ言われてんのは。そのネタをネタとして楽しむっていう文化じゃなくなって、その本当にピュアな人が増えた。だからその毒をついても笑ってくれなくなったね、それはあんまり言ったらダメだよ和道さんって普通に言われちゃうからマジかって思うよね。そういうことを言ったら傷つくよっていうトーンだからだからね、びっくりする。マウイマウイさん、そう、綾小路君まろみたいに、もう高年齢化高年齢化してるから、優しいネタ優しいネタにしないとダメなの。そう、なんか有吉みたいなこと言うと、ちょっとこの人のそういう考え方はダメだと思うみたいな、フォロー外しますみたいなマジかマジかおいみたいな、マジで言ってんのかおいおい。そう、ちょっとマウイマウイさんわら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 、ちょっとつらたんだよね。毒つけねえんだみたいな、毒嫌いみたいな、もうびっくりするよ俺。ダメだよ和道さん、時代が変わったんだよな。まあまあそういうのもあるよな、配信いつまでもね、昔みたいな尖ったトークとかできないよな。あ、でも6年やっててこんなに変わるかと思うけどね、こんなに変わるんだ。あー疲れた、8年になった、いやまだ、まだまだ、一旦でも休憩だな、一旦休憩、疲れたマジで。どうすっかな、一回床拭くか。のんちゃん雑巾濡らしてくんね、これ絞って濡らして絞って、だからなんかここ2年ぐらいのリスナーが増えてるよね。ニコ生から見てる人っていないでしょう、あんまり。ニコ生系の文化の文脈が引き継がれてないんだよ、ツイキャス系なんだよみんな。そうでしょ、みんなツイキャスとかフワッチからでしょ。マウイマウイさんいない、いないでしょ、はい、絞った、うん、ほんとね、なんかね、ニコ生のノリがもうダメだなって思い始めたもん。通用しねえなっていう悲しいこと。くももんさんニコ生は見てないね。でしょ、よい子さん匿名性が少なくなってきたからね。そう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 、だからマナーが良くなって行儀良くなってるんだよ、ね、だから俺のキツネ枠とか見るとみんなびっくりすんだよ、腰抜かすんだよ。マウイマウイさんクリーンだね。クリーンだよね。しんちゃんママさん、私今年の9月からふわっち見てます。あーもうピュアピュアだよ、もう本当にすぐ俺の放送囲いやめますっていうタイプだよもうちょっとなんかあると多分明日には言うと思うよ、しんちゃんママ。あ、和道さんそんな人だと思いませんでした、もうフォロー外します、二度と見ませんもうすぐいなくなるよ。マウイマウイさんわら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 もうわかるよ俺、わかる、どんな人だと思ったんだよっていう、逆に聞きたいわ、どんな人だと思ってたんですか。しんちゃんママさん汗、そうそうそう大丈夫、だいたい何々ママっていうのはすぐいなくなる数々のママが俺の元を去っていったから。最低ですねって言って、そうそうそう、何人のママが俺のことをさ、くももんさんママは浮気者なので W、 しんちゃんママさんなんですと、うん、そうなんだよ、大丈夫大丈夫、やがてその時が来るから受け入れればいい、静かに。
藤施設根さん原文ママです。よろしく。矢野ラッキーさんママはアイドル。しんちゃんママさん頑張ります。コロコロもしてね。うん。そうそうそう。最低が最高だったんだけどな。そうなんだよね。最低が天が取れる時代じゃなくなったのかもしれないよね。ほんと時代が変わったよな。ほんとにそう、最低が最高になれないんだよ今。最低は最低になっちゃったんだよ。最低っつって終わりなんだ。さてここまでやったと、ここまでやってどうしよっかな。疲れちゃったよ。片付け疲れた。マウイマウイさん最低回のニコ生バブル崩壊ねえ。ほんとだよね、ニコ生ね最低ばっかりだったのね。最低の競い合いみたいなところあったよね。日本一の最低誰だっていうね。なんか今ね、なんか囲わればっかりだもんな。ほんと早々さん解放さん枠から来ました。写真ありがとうございます。解放枠からいらっしゃい。腹立つわ。腹立つわ。ほんとに囲いって呼ばれてる人がこんなんだからね。ほんとにちょっと囲ってよ、ちゃんとしっかり囲って。そうそう、ダメだよ。そうそう、一番の囲いだって言われてんだから。くもモンさん www。 そうそうとみーすけと笑い男三大バカって呼ばれてんの。三大バカ恋って呼ばれてんだから。囲いやめる。囲いたくなくなっちゃったのかな。もう囲ってしっかり、誇りを持って囲って、囲い込んで頼むよ。三大バカ恋って呼ばれてんの。昔はね、ハッチがね、一番のバカ恋だったんだけどね。ハッチいなくなっちゃったんだ。マウイマウイさん、わら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 。いや、三大バカ恋が入れ替わったんだよ。知らなかった、わらわらわら。昔は、ハッチ、ヤノラッキーさん W、ハッチ、ミウル、レクチの三大バカ恋って呼ばれてたんだよ。早々さん、一回フォロー外しておこかな。やめて、ほんとに。マウイマウイさん、これもネタです。そう、こういうネタがなんか笑わなくて本当にフォロー外すとかあるからね。やむよ、何も話せない。本当今日いい天気だねで終わりだよ。何も面白くねえそんなもん。ご飯何食べたのってパンケーキっつって。テレビ見ろテレビ。マウイマウイさんわら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 。金魚姫さん年寄りの会話みたい。 NHK 見ろよ本当。あ、矢野ラッキーの手紙が出てきた。ひろしアットマーク水沢海さんヒカキンみたいなクリーン路線で行きましょう。うん、ブンブンっつってね。延長します。アイテムお願いします。延長します。しんちゃんママさん NHK やだ。そうそうさん延長アイテムよろ。うん、ヒカキンが猫買ったんだよ。知ってるよ、古いよ、そのネタ。何ヶ月前だよ、もう。ヒカキンが猫買ったの、半年前ぐらいだ。めちゃくちゃだな、本当。アイテムありがとう。お、そうそう。そうそうじゃねえ。クソカスカオスいらっしゃい。かわいいよね。2匹買ってんだよ。ありがとう、パフェありがとう。ありがとう、みんな。アイテムありがとう。金魚姫さん2匹目買ったの。ねえ、買ったよね。かわいいよね。モフコは2匹目だ。ヒカキン見てるな。分かった分かったよ。ヒカキンの話はするな、ここで。ヒカキンの話なんか知らねえよ。
あんなもん1億も2億も稼ぎやがってバカ野郎。知ってる？ピルクル今ヒカキンがパッケージになってるの知ってる？おびっくりしたよ。知ってる？みんなコンビニ行った時にピルクルにヒカキンが映ってんだよ。なんだあいつ本当に。あんなこれこれの金魚の糞でさ、クソカソ配信者だったくせによ。知らないでしょ？オラついてたんだよ、ヒカキンって。これこれの横についてね、ちょっと、いや、なんかね、オラついてたけど、知らないでしょ、みんな。そう。YouTube で当てやがってよ。笑い男さん延長台ドカソ配信者だったんだから、ドカソ配信者。うん。しんちゃんママさん、ヒカキン無理。ふざけんなよ。知らないでしょ？ BF1CB753 知らない。これこれは知ってる？これこれにくっつき回ってた金魚の糞の配信者だったんだよ。ちょっとオラついてる系の。キャラ編成功だからな。何がブンブンだよ、ほんとに。俺も番組の最後じゃんけんする？これこれ知らないのか。しんちゃんママさんこれこれ知らない。これこれ知らないんだ。マウイマウイさんヒカキンは成人君子として認識してたでしょ。いや柴田も配信者で売れなかったんだよ。長井先生っているでしょ。ふわっちもやってるじゃん。長井先生に憧れて配信始めて売れなくて YouTube 行って当てたんだもん。だから本当はあの配信の方が先にバンって行ったんだよ、ニコ生で。で生放送喋りができなくて動画行ったんだよ。いるでしょ。いやだからここだよ、配信界の狭い世界の中で。要はなんかこう、俺はすげえ俺はすげえってみんな知らないよ、世間一般知るわけないなんだって。3万人とかでしょ。日本の人口何人いると思ってんだよ。まあ、俺のこともっと知らないけどね。くももんさん配信は知名度まだまだ低いよね。俺のことなんかもっとしてる。ママさん、関さんの YouTube 見てふわっち知った。え？誰の YouTube？ さっき、ショウさん、ヒカキンが長井先生に憧れてたんですか？違う、ヒカキンはこれこれに憧れてたの。柴田が長井先生に憧れて配信入って、で、YouTube に転向したの。だから、もう。ヒカキンの勝ちやろ。まあな。ちょっと待って、それ言ったらもう、こっから話すトーク何もないぞ。うん、早くねえか？もうね、そういうとこ、あのね、もうね、もうそんなさ、何もないぞ、広がらんぞ。泳がせるっていうことを、もういや、もう首を取りたいんだよ。俺がやってやったって。うわぁ、ワドウの首取ったぞって、もう面白くないよ、ほんと。もう何も話すことないよ。何も、どうひゃーだよ。ほんとだよね。バットマンだよ、バットマン。マウイマウイさん、プロセスを大事にしよう。そう。なんかね、駆け引きができなくなってる、最近のリスナー。なんか、すげえね、なんかつまんないよね。泳がせるっていう作業がないの。泳がしてくんないんだよ。しんちゃんママさん、世の中、運持ちと世渡り上手な人が成功するのね。せちがれえよな、せちがれえよな、おい。行き急いでるな、みんなな。あ、まあ夜当たり上手がうまくいるでしょ。配信はつまらんやつ多い。喋れないからね。やっぱ結局喋りだよ、配信は。うん、負けない負けない、うん。負けない、俺は。サンタさんがやってくるまで負けない。この家にサンタさんが来るはずなんで、今年も。恋人はサンタクロース。のんちゃん、クリスマスプレゼント欲しいのある？ない。本当にないの？うん、頑張るよ俺。なんかないの？うん、本当にないの？しんちゃんママさん応援します。本当にねえんだよな、のりこ。欲がねえんだよな。プシスアットマークマック BF1CB753 内はないは。ないよ本当に。のりこにわがまま言われたこと一回もないんだ、俺。あれだよ、だってタムタムさ、脳梗塞やって倒れて、次の日心臓の手術があるっていう、お見舞いに行くんって言ったのよ。いや、さすがに、ずっと応援してくれてるから、ね、ずっと応援してくれてるから、俺、お見舞いに行くよって。そのお見舞いに行くリスナーが次に帰ってきた返事が何だと思う。
交通費振り込むから振り込み先教えてって言わせたんだよ俺。こじきだろ、かっこいいだろ。俺はその時思ったね、あ、俺ってこういう風に思われてんだってお見舞いに行くって言ったら交通費振り込まなきゃってなるんだよ。いや悲しかったね。あ、俺生き方間違えてるなって思ったもん。さすがにこれは言わせてしまったと思った。これを言わせるかだよ、病人に。いや病人にこれを言わせるかって素で言ったかんね。いやちょっとあれはね、生き方間違えてるなと本当に思ったね。笑い男さん、あかんな、わらわらわら。そう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 。しんちゃんママさん、そこまでとは。そうだって、昔なんかね、死にたいっていう風にツイートした人がいたの、リスナーさんで。死にたいってツイートしてたから、いや死ぬなよって、元気出せよってツイートしたので、ああ、分かった頑張るって言って、で、あ、腹減ったからどうしようかな、飯買いに行くわ、じゃあなって、元気でなっつったら死にたいって言ってたやつが、あの、出前頼みましょうかって言ったんだよ。病人が交通費振り込むっつって、さっきまで死にたいってツイートしてたやつが、俺腹減ったって、ただ今から飯食いに行くわって言ったら、さっきまで死のうとしてたやつが出前頼んだ方がいいっすかって、本当にクズだろ。いや本当にね、生き方間違えてるよ本当に。もうこ、いや小じき前提なんだよもうみんな。うん、悲しい生き方だよな本当に。矢野ラッキーさん WW。 いや W だよ本当に。ちょっとね、生き方を考えないとね、ダメだよこれ。しんちゃんママさん、命の恩人じゃないですか、うん、よい子さんクズやな、マウイワウイさん、そう受け止められたのか。こういうのはマリオさん、死にたいやつが出前は笑う WWWW だけど、お前らこういう柔らかいネタじゃないと笑わないよな本当な。なんか昔もっときつめのやつだったんだけど、本当なんかこういう感じっていう、ちょっと優しめの自虐ネタにすると笑うよな。腹立つわお前ら。なんか本気出せない、本気出せないよ。本気でやらせろよネタを。ふざけんなよ。4個さん間違えたわら。つかみトークで笑うのよ。矢野ラッキーさん、どうもどうも。いやちょっとネタ帳整理してもう一回考え直そう。ネタ帳整理してネタ封印してこう。いろいろとね問題ありだよ、時代変わったよ。くももんさん、自虐路線で行こう W、 アンチが囲いになるかも W。 いやそういう風潮もなんか嫌なんだよな俺はな、すり寄ってくみたいで悲しいよ。ワドちゃん、そうそうさん、年末の粗大ゴミはどう。うるせえ。いやでもね、ちょっと体調マジで悪い。40時間寝たし、最近本当にね、ちょっと倒れるかもしんない。あの、これね、マジでネタじゃなくて、俺ネタじゃなくて、ちょっと変な話なんだけど、これマジな話ね。俺ね、多分ね、あの、寿命短いぞ、本当に。あのね、ちょっとね、本当に体調まずい、俺。本当体調まずい。ぽっくり行くかもしんないから腹くくっといて、本当にちょっとね、よろしくないんだよ体調が。死んじゃうの？わかんない、ちょっと。のんちゃんチンチン甘かったでしょ。うん、あの、違うんだよ、マウイマウイさん、あのね、のんちゃん、のんちゃんチンチン甘かったでしょ、うん、この前汗が甘いって言ったでしょ、うん、で俺足つるでしょ、うん、トイレ行く回数10回以上でしょ、うん、1日8リッター水飲むでしょ、うん、喉かめちゃめちゃ乾くでしょ、うん、これ全部糖尿病なんだって。そうそうさん、死ぬ死ぬ詐欺、これ糖尿病なんだって。飯作ってあげ、テーマドさん死んじゃう、全部当てはまってんの、糖尿なんだよ俺。スエブタみたいになっちゃうの、スエブタみたいになっちゃうの。スエブタさん、木魚買っとこ。うん、本当に木魚配信になるよ本当。いやマジでマジでヤバたんだよ。
木魚買っといて、本当に。いや、ほんとね、ちょっと体調良くないんだよね、マジで。なんか、顔色悪いし。寿司アットマークマックス PH1CB750、3モシは誰だ？え？モシュ？モシュ？エビズワイガニ、エビビさん、木魚はこっちサイドで用意すんのか？そうだね。わかんないけど。なんで木魚押されてんのかわかんないけど、木魚押し、木魚押しだね。あー、ソファー綺麗になったわ。これで大丈夫かな？モッシュは誰かな？よい子さん、早々に頼もうわら。ベニズワイガニ、エビビさん、WW。スモモンさん、モッシュはたくさんがいいんじゃない？あ、それ面白いね。ちょっと笑いのセンスあるな。モッシュが次々入れ替わっていく配信。センスあるな。モッシュが変わるっていう発想がなかったもんね。モッシュの意味が分かってないんだろうね。だからギリ健常者なんだよ。本当にギリギリ健常者。いやもうだからうちのリスナーのことギリ健常子って呼んでんの、もうギリギリ健常者な人たち。やばいだろう。モッシュが変わる、モッシュがたくさんいる。松本人志並みのセンスだよね、それ。すげえな、天才だな。あー、ソファーが、あー、よかった。もうボロボロだよ、ソファー。くももんさん、ギリ健女子に認定されたわ。うん、ベニズワイガニ、エビビさん、モシュはたくさんって言い方も EWW。 モシュはたくさん、ほんすごいんだからな、うち。さんはどうの葬式を映画にしよう。いやマジですごいんだよ。オフ会やるとさ、本当にさ、心療内科の待合室みたいになるんだよ、本当に。すごいよ、うちの。いや本当にこれネタじゃないからね、もう本当にすごいよ、うちのオフ会マジで。心療内科のあの待合室みたいなんで、先生待ってる状態なんだよ。すごいよ、本当。一回東京ドーム埋めてみたいもんね。くももんさん、心療内科の待合WW。 いやもうマジ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 、本当にすごいよ。一回あったもんだって、あのオフ会やるじゃん。いかに DV を受けてきたかを1時間笑いながら話してたからね、リスナーが。いかに旦那にぶん殴られたかとか、もうそういうノリだよ、本当に。わけわかんねえよ、マジで。もう本当にね、ちょっとね、闇が深いよ、本当に。ここのリスナーの心の闇は本当、果てしなく深いよ。なんだろうね、何かそういうものを呼び寄せる何かが出てるんだろうね。そうそうさん、びっくりしたわ。みんな電源オフだったわ。すごいよ、本当に。そう。電球が全然つかない。だからこういうの笑わないだろ？こういうの笑わないだろ？何なの本当に。こういうの笑わない。何なんマジで本当に。スンってなるの。何これ、なんでこういうの笑わないの、何それ、何スンって、うん、何そのノリ、おかしいだろ。昔笑ってくれたのにな、全然笑わねえ。どうなんだろう、もう対応できないよ。アップデートされてないかんね、こっちは。バージョン3ぐらいだから。今バージョン24とかでしょ。そうそうさん、ひどい。ひどいじゃねえよ。よい子さん、あははは。もう遅いよ。手応え全然感じねえもんな。アグリンさん、笑っててコメント忘れてました。そつけ。
本当にね、全然ね、手応えない。スッカスカだよ、本当に。どうしよう。廃業かな。いや、あの、いやね、YouTube で、あの、俺が、怒鳴ってるやつを見たらしいの、初見さんが。だーって、その、お前らよみたいな、なんで花火投げねえんだよみたいな、上がってるじゃん、YouTube に。あれを1時間見ましたっていう、DM でファンレターが来たの。で、あの、まあ、どっかから、LINE を見つけたらしくて、LINE に連絡が来たのね。それがすげえ面白くて、私は何歳でこうこうこうでこういうものです、心理カウンセラーをやってます、もしよかったら今電話しませんか、私和道さんの悩み解けますよってガチで私はもうネットで数々の YouTuber を癒してきました、和道さんは私の力が必要ですって。3回来たからね。スタンプ返したけど、今日は何時空いてますか。どうしたいんだよ俺のこと。どうしたいんだよ。ベニズワイガニエビビさん意欲的やん。意欲的とかそういう問題じゃないでしょ。クモモンさん相談しよう W。ネタができないんだって今の時代。なんでもガチだから。だから、いや、これね、すごく大事なこと。プロレスが盛り上がってた時代は終わったんだよ。ちっちゃんママさん宗教。いや、バーリトゥードの時代なんだよ、今。もうね、すべてがリアルなの。すべてがバーリトゥードなの。もうガチの殴り、過激過激になっていって、もうプロレスを楽しめなくなっちゃったんだよ。もうリアルの殺し合い、殴り合いが見たい。そう、大技決めたいのに、あの、全然、プロレスじゃんって。やらせだろとか言って。うるせえよ。しんちゃんママさんジャーマンスープレックス。そうそうそう、もうね、本当にね、俺みたいな古い配信者はもう淘汰されていくんですよ、このまま淘汰。悲しいよな。ありがとう、花火ありがとう、ありがとうございます。のんちゃんのよっさんの呼び方、のりこ大嫌いだもん、よっさんの。のりこ、のりこ大嫌いだよ。ありがとう、ザイガニ。ヒッパーアタック最強、うん、よいしょ。まあここに座ってもらえばいいか。アットマーク水沢大さん、よっさんかわいいやん。のりこ、ママさん子供のお風呂チルだ、ベニズワイガニエビビさん、のんちゃんの囲いやからな。のんちゃん大好きだね、エビビね。ノースさんカニ鍋、カニ鍋。カエデのお母さんさん久しぶり。おい、カエデのお母さん、よっさんは無理。カエデの、来たよ来たよ、カエデのお母さんとしんちゃんママだよこれ。ツーペアだよ、ツーペア。これ揃ったよ、これ来たよ来たよ、待ってたよカエデのお母さん。いいよ、この並びいいよ。しんちゃんママと楓のお母さんはノリが一緒だからね、うん、同じセンス。いいよ。ベニズワイガニエビビさん、あと一人ママ来たら消える。あと一人ママ来たらスリーカードだよ、スリーカード。楓のお母さんさん、どうぞ。ありがとう、風船ありがとう。匿名係長、ただの花火。わー、ありがとう、匿名さん、ありがとうございます。花火ありがとう。しんちゃんママさん、お風呂だから落ちるよ。お風呂だから落ちるの？お風呂入らないで。お風呂、お風呂、お風呂我慢して、ちょっと。今大事なところだから。そう。ああ、2ペアだったのに。ハードビーチさんいらっしゃい。左に目、あ、これ本ですね。はい、本です。はい。
本でそうです。エビフライガニ、エビビさん、エビ鍋、エビ鍋、しんちゃんママさん子供だからね。ちょっとやめて、イチャイチャすんの。本当にカオスとエビにイチャイチャすんのやめて。人の枠でイチャイチャしないで、本当にやめて、本当に。子供だからしょうがないよね。うん、お風呂行っておいで。ありがとね。また来てね、しんちゃんママ。大丈夫。しんちゃんママの分のコメントは楓のお母さんが書いてくれるから。引き継ぎ、ちゃんと連絡事項。大丈夫か、この放送。PTA みたいになってるよ。ハートビーチさんを、真ん中はリーバイスのジーンズですね。そうそうそう、リーバイスのジーンズ。ノーミソクソカスカオスさん、イチャついてない。イチャついてるでしょ、完全に。楓のお母さんさん、そうなの。そうだよ、うん、そうそうそう、お母さん勢が集まってきてるから。てかあれだよな、リスナー層お母さんだよね。すごいな、よくよく考えるとお母さんが見てるんだもんな。若いママが子育てしながらこの放送見てんだよね。日本終わりだよ、もう終わり終わり終わりだよ、ほんと。楓のお母さんさん、ママ会だ。ママ会だよ。ママが俺の放送みたいな終わりだよ、日本。金魚姫さん、婦人部。世紀末だよ。婦人部なのか、なんか、でもそういう時期なんだろうな、年齢的に。だって、ママの、そう、いなかったもんな。いや、時代だよな、ほんと。いや、ちょっと、よくよく考えたら、リスナー層変わってる。なんかママに合わせていかないと。エビさん、子育てのヒントも何もないだろう。何もないよ、うるせえよバカ野郎。なんだお前それ、子育てのヒントがお前ないってどういうことだお前。お前ふざけんじゃねえよお前。のりこを笑わせるんじゃねえよコメントで。バカ野郎、何もないってなんだろう。いや、なんかあるだろう。なんか多分保育園から子供が帰るとか。そうだね、うるせえよ、うるせえよ、うるせえよ。マルーンさん、反面教師、ベニズワイガニ、エビビさん、記者、のんちゃん笑った。のんちゃんを笑わせるのは結構コメント力高いと思うよ。のりこを笑わせるリスナーはコメント力高い方だと思うね。反面教師、ダメだな、そんな面白くないよ、そんな。エビミはセンサーある。エビミセンサーある。エビミはセンサーある。クレーター配信まだですか、うん、え、クレーター配信、いや機材届かないんだよね。うん。釣られたかもしんね。50万の機材1個も届かねえ。多分釣られた俺。なんで釣られちゃうのかな。お母さんさん、のりこさん、お元気ですか。元気元気、のんちゃん元気だよ。うん、元気。カラシアさん、機材届かない、マジ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 。いや、釣られたかもしんない、もしかしたら。久々に壮大にやられたかもしんない。ちょっと悲しいけど、まあ、しょうがないよな。そんなのうまくいくわけ。ノーミソクソカスカオスさん家のクレーター撮る予定なの。じゃあ50万の機材が、あの欲しいものリスト落札になってて、それちょっと話題になってたの。カラシアさん、そうだったんですか。釣られた。要は30万の望遠レンズとか、10万の三脚とか全部購入になってて、あれ誰か買ってくれたってなったら全然届かねえ。楓のお母さんさん、 KP を10個プレゼントしました。 KP ありがとう、 KP ありがとう。悲しいよな、悲しいよ。のんちゃんちょっと座ってみて、あの画像、あの角度計算したいから。楓のお母さんさん、あらら、そりゃ悲しい。座って。ベニズワイガニ、エビビさん購入じゃないのに消えることあるの。カラシアさん、アンチさん、消えるとか、ちょっとシステムは変わってるけど。うん。うん。大丈夫か。これくらいかな。こんな感じ。うん。B さん、ただいまです。脳みそクソカスカオスさん、よくある、注文キャンセル。こっちの方がでかくなっちゃうのか。ベニズワイガニ、エビビさん、なるほど。どうしようかな、カメラの位置。正面は？正面やってみるか。正面漏れないんだよね。楓のお母さんさん、のりこさん、お久しぶり。お久しぶりです。正面ね、
正面の画角好きじゃないんだよな俺。斜めから撮りたいな。そのまま見て。今計算するわ。ノリピー。ノリピーではない。松田聖子。カメオさん、のんちゃんや。のんちゃんだ。こんな感じの方がいいのか。楓のお母さんさん、お部屋綺麗にしてますね。いや綺麗にしたの。こんな感じかな。こっちの方がいいかもしれない。こんな感じかな。こっちの方がいいか。こっちの方がいい感じ。うん。これが綺麗かな。のんさん、二人ともよく半袖で寒くないね。うん、のんちゃん、こっちの方が映りいいね。エビビさん、こっちの角度の方がのんちゃん、こっちから、こっち側の方が映りいいね。うん。眉毛がないけどね。眉毛ないね。うん。のんちゃんが画面に映ったのは久々じゃん。脳みそクソカスカオスさん、のんちゃん画材パネル持ってる。画材パネル持ってる。金魚姫さん、前にフェイスブックにアップしてた部屋の写真めっちゃかっこよかった。うん、クモモンさん、こっちのがいい。ベニズワイガニ、エビビさん、髪の毛つぎゃつやや。カメオさん、ライトの加減で若々しく見える。こっちの方がいいかもね。明日これで配信しようかな。定位置。うん、いいかもしんないね。ねえ。のんちゃん髪ふっさふさなんだよね。分けてやめて、その目やめて、マジで本当に。何今の、何今の顔、何ど、それその目はダメだよ、のんちゃん本当。何今のはぁ、本当に本当ダメだよ、その目は。食毛しようか。しないよ、食毛なんか。何が食毛だよ。エビビさん、今の顔見た。今の顔でちょっとこっち見てみ、俺の、俺を、俺そんな顔してるの。もう一回やってんの。わかんないよ。じゃあ俺のおでこを見る感じで、うん、なんだこの顔、今度腹立つでしょ。うん、あ、漫画のエビビさん、 www、 金魚姫さん、ガンミ。しかも俺と目が合わなかったんだよ。ここを完全に見てたんだよ、本当。ダメでしょそれは。もしコーヒー買ってきて。腹立つわ。金魚姫さん、目線が小銭にないの。クモモンさん、おでこ見てたので。お金どこにある。そこだ、財布。そこそこ、ふざけんなよ、ほんと。冷たい、あったかい方で、あったかい方、あの、タリーズ。腹立つわ。サメオさん、目合わさない感じあるよな。あれよね、あ、こう、だから女の子はおっぱいがあるじゃん。ノリコカスカオスさん、のんちゃんのパネル作画をタイムラプスで見てみたい。いや、ノリコなんかね、俺もコラボしたいんだよね。のりこのアートをなんかやりたいよね。いや、のりこの復活、そろそろだよね。あ、どうしよう、延長しようかな。どうしよう、もう30分やる。もう30分やる。行ってきまーす。お願いします。のんちゃんもなんか買ってよ。のんちゃんはあるからいい。金魚姫さん、延長30分、延長しようか。なんか喋ろうか。最近ほんと喋れてなくてね、ストレス溜まってんだよ本当にね。喋りたい。笑いのとこさん、延長します。うん、本当にね、ちょっと辛い時期だよ。笑い男さん、いいね。ありがとう、笑い男、いつもありがとう、ありがとう、ありがとう。笑い男さん、風船を10個プレゼントしました。いや、脳みそくそかつかおすさん、一応ありがとう。バーガー、ありがとう。笑い男さん、バーガーをありがとう、ありがとう。サンキュー、延長代ありがとう。脳みそくそかつかおすさん、メガホンをプレゼントしました。いいよな、毎回こんだけね、全員投げてくれたらいいのにな。うん、ありがとう、ベニズワイガニ。ありがとう。いや、延長代バカになんなよ。クモもありがとう。そう、みんなだ。あ、ヒロシさんもありがとう。助かるよ。
プレゼントしました。そう、みんなが少しずつ投げてくれたら成り立つんだよ、本当に。よしさん、風船を1個プレゼントしました。よしさん、ありがとう。よしさん、ありがとう。いやもうね、ほんとね、時代が変わったなと思うよ、配信。今後どうなってくんだろうなっていう。もう時代の転換期だよ。だってさ、部屋片す枠が3位だよ。もうマジでふわっちやばいぜ、今。部屋片す枠3位だぜ。ダメだろ、これ。大手が根こそぎツイキャス戻っちゃったもんね。ベニズワイガニエビビさん WW。 おっさんが33歳のハゲたおっさんが部屋片してる枠で3位だよ。どうなってんだって話でしょ。絶望的に配信者不足だもん、完全に。でも一周回った感あるよね。ベニズワイガニエビビさん闇を感じる。いや、一周回ってるんだよ。結局目新しいもんが淘汰されて、大手が帰るべきところに帰って、なんか俺今のふわっちやりやすいけどね。ありがとう。買わなかった？うん、いいな。もう一回座って、テストそこでいいや。もうちょい右行ってみて、もうちょい右端っこに、そこに腰掛けてみて、頬杖ついて、そこに。そんな感じか。もうちょいそっち側でもいいかな。そこでコメント欄とか見えんの？笑い男さん、大手はお茶とキートスで稼げるからね。そんなに稼げんだ。コメント見える？そこで。見えない。見えない。ここのコメントは見えるよ。このコメント見える。うん。あ、じゃあちょっと待って、こっち側に入れ替えたらどう？脳みそクソカスカオスさん、治安の悪いサイトだけど、ここコアな人も多いから嫌いじゃない。見える。これでいくか、明日。コアな人ってあなたのことでしょ。あなたが一番コアでしょ。怖すぎるんだって。もっとマイルドにやりなさいよ、売れるんだから。あなた自分で自分の首絞めてるんだ。怖すぎるんだって。ハードコアだよ、ハードコア。ベニズワイガニエビビさん、 TJ って人はこの前のチャリ旅で90万稼ぎましたって言ってた。あー、すごいね、90万ね。素晴らしいね。でも配信者が100万稼ぐ時代って異常だぜ、本当に。ちょっと異常だよ。バブルだよな、完全に。このままどうなんだろう、バブルどんどん上がっていくの。ん？ UFO？ え？何が？ UFO？ なんで？いや、ポーって聞こえない。脳みそクソカスカオスさん、いや、コアとは話し相手になってくれる人たちよ。うん。話し相手になってくれる人たち。笑い男さん、 TJ は大手配信者だお。うん。大丈夫。ポーって聞こえる。ポー。あ、宇宙人来た。ポーって左耳聞こえるんだけど。脳みそクソカスカオスさん来た。UFO。UFO ね。すげえよな。90万。わけわかんないよね、90万。元ケースワーカーさん、こんばんは。どつ。ベニズワイガニエビビさん、どうでもいいけど UFO に気づいた時の顔めっちゃアホだった。アホだよね。ケミーアットマーク大仮想王さん、 UFO は浮気ですよね。UFO 浮気じゃないよ。はいはい、笑わせた。はいはい、ケミいいよ。ケミ調子いいよ。ノリコ笑わせるのは上級者だからいいよ、いいよ。ソソが拗ねちゃっていなくなっちゃったじゃん、笑い取れなかったから。ノリコノリコ笑わせらんなかったから拗ねてどっか行っちゃったでしょ。ソソいいよ。ケミ今日あれだな、ズワイガニとケミいい感じだね。ちょっと乗ってるね、コメント。UFO は浮気。UFO 浮気。のりこのツボにはまったね。いいよ。そうそう、コメント下手だからすぐ拗ねちゃう。リスナーが笑い取ると、もういい、もういいよって。もういいよって。どうしよう、何食おうかな。のんめし食いたいんだけど、なんかのんめし作ってくんないの。別間にエビリさん浮気とは。うん。のんちゃん病んでるから。のんちゃん病んでなかった時ないじゃん。ずっと病んでるじゃん。のんちゃん病んでるの？うん。のんめし食べれないの？
ずっと寝込んでたの。ずっと寝込んでたの？頑張ってきたの？うん。嬉しいな。ベニズワイガニエビビさん闇飯。闇飯。のんちゃんご飯うまい。のんちゃんずっと病んでるの。のんちゃん出会った頃からずっと病んでるよ。病んでなかったことないよ。うん、ずっと病んでるよ。のりこの闇は深い。金魚姫さんわらわら。ずっと病んでるよ本当に。またのりこが発狂してるよってコメント欄で。昔からだよね。ケピーケピーケピー金魚姫さんケピー、ケピー笑い男さんケピーケピーケピー大地と雷ちと3お昼の時間帯が短くなったからちょうど気持ちが落ち込む頃ベニズワイガニエビビさんクプうん、初恋の人誰だった？初恋の人。のんちゃん、俺の初恋の人の話していい？うん。これストリートファイターのチュンリーなんだよね、本当のこと言うと。うん。可愛くない？チュンリー。ごっつい。そう。だから俺、初恋の人がチュンリーなんだよ、ストリートファイター2の。だから足の太い女性とか、ももがムチッとしてるのが好き。え、わからない？これ。これね、本当なんだよ。本当に初恋の人チュンリーだから。なんかね、これ言うと笑われるんだけど、これわかる人いないかな？ガチムチ。そう。ヒロシアットマーク水沢海さん人間じゃなかったんですね。最高ですね。最高なんだよね。そう。元ケースワーカーさん日田エリ。日田エリなんだ。金魚姫さん足がガチムチ。そう、太い足。笑い男さん何かノイズが聞こえる。でしょ？ノイズ聞こえるでしょ？ポーって聞こえるでしょ？ほら、聞こえるやつには聞こえるんだよ。なんかガチケン女子だから。ガチケン女子だよ。ギリケン女子だってさ。脳みそクソカスカオスさんわからん。そうだよ、ね。ポーって聞こえるよね。笑い男ね。聞こえるやつには聞こえるんだよ。聞こえるよね。ポーだよね。ポーポー。金魚姫さんもスキートーン来いよ。だよね。聞こえるよね。聞こえるよね。ヒロシアットマーク水沢海さん乗りこぼしからのお迎えですよ。いや来るよこれ。いよいよ。来るぞ。聞こえるよね。脳みそクソカスカオスさんと B E E E。ベニズワイガニエビビさんモスキートってかが嫌がるあれ。いや違う、蚊の音に近いやつ。若い人にしか聞こえないと。イヤホンだと聞こえる。聞こえるよね。そうだよね。お迎えが来たぞ。お迎えが。やだ。あ、知ってる？ NASA が発表したの。宇宙人はもう実は地球に来てる。ベニズワイガニエビビさんこんノイズでかいね。ノイズでかい？蛍光灯つけてるから。金魚姫さん若くないけど聞こえる。蛍光灯の音なんだよね。そうなんだ、うん。そう。笑い男さん家事会が英語でモスキートだを。脳みそクソカスカオスさん若くないけど聞こえる。うん、金魚姫さん蛍光灯の音に近い。いや蛍光灯の音だ。ごめん。普通に蛍光灯の音。蛍光灯消して。いやただの蛍光灯の音だよこれ。ベニズワイガニエビビさん勉強になったを、うん、そう優しいな。ベニズワイガニは消えたでしょ。ただの蛍光灯なんだけど、そうネタがないから。金魚姫さん消えた。いやだから蛍光灯なんだよ。なんだろうねこれ、昔から気になるんだよね蛍光灯の音。大地と雷ちと3消えた、うん、消えた。そう UFO でも何でもない、宇宙人でも何でもない、なんでもない。なんてことはない。ただの蛍光。LED にすればいい。LED にしちゃいんだよな。笑い男さん消えた。消えたね。脳みそクソカスカオスさんなんだよ。LED に変えよう。LED に変えたら治るかな。金魚姫さんずっと聞いてると頭痛くなりそう。いや、俺気になるんだよね。あの聴覚過敏って言って、聴覚すごい敏感だから、すげえ気になるし。
ベニズワイガニエビビさんヒマノンちゃんが電気消したらうちの壊れかけの換気扇がプチュンって言って止まった。エビミのコメントノリコにすげえハマってる、うん、プチュンって止まったなんでリンクしてんだよ。笑い男さんわらわらわら、ノリコとなんでエビミの家電がリンクしてんだよ。ダイソーで税別500円で売ってる、あーいやダメ、あれあれダメ、あダイソーの電球ほんとダメ、おマジだかんね、ダイソーの電球パーンって割れたかんね、で割れたのでアップなって言ったのと、あとダメよダイソーの電球は買ったらダメ、ほんとにダメ、映画のシーンだったら部屋の雰囲気でありだけどノイズ、いやーいやーいやーないね。金魚姫さん電球回路、うん電球ね LED に変えてるけど LED ね電気代安くなるしね、いいよね寿命長いし、でも電球ちゃんとしたの買った方がいいよ、100均の電球はほんとダメ、爆発したかんね一回、あれはさすがにないわ。金魚姫さん長持ち、うん LED いいよ、いいよな夕方の6時に LED を語る33歳 LED の話をする120人、旗から見たらなんだこれってなるよ。金魚姫さんわらわらな、初見が見たらびっくりするだろうね、何これってなんで33歳のハゲたおっさんが120人集まって LED に変えようって、何がどういうからくりでこうなってんのって思うよねカオスだよね本当にね、うん、混沌だよ混沌。ベニズワイガニエビビさん120人も集まったらもっと騒がしくてもいいよね、うん、新ちゃんママおかえり。カスカオスさんウォンカーワイは蛍光灯ノイズをあえて取り込んでた。しんちゃんママさんただいま。金魚姫さん勝手にしろよって話、うん勝手にしろよって話だよね、そうそうさん LED LED あれ知らないよね、なんかエビビさん USA がよくわかんないんだよ俺、なんかね俺小川さんが USA が流行ってるって言って生活保護の対談の時に小川さんがなんか USA 推しをしてきたんだけどよくわかんなくて、なんか流行ってるんでしょ、俺ほんとテレビ見ないからマジでわかんないんだよね、何ダバンプの曲が流行ってんのもうそれくらいわかんねえかんな俺、うん、LED つってほらノリコに受けなかったでしょノリコにはまらない。金魚姫さんカーモンベイビーアメリカわかんないんだよね、そのネタがわかんない。エビズワイガニエビビさん WWW 全然わかんないんだよね、テレビ見ないからね、テレビ見ないんだよな、脳みそくそかすカオスさん、あ、俺も興味ない、興味ないっつうか分かんないんだよね本当にマジで分かんないんだよね、いやテレビ買おうか。ベニズワイガニエビビさんアメリカに憧れるダサい日本をイメージした歌、あダバンプって今そんな感じなんだ、あ結構笑い取りに来る楽曲作ってんだ、あベニズワイガニエビビさん衣装も結構ダサくしてる、はい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 、へえ、そんな感じなんだ。なんかもうわけわかんないな。なもう俺、宇多田ヒカルで止まってるから、ね。そうそうさん、ヤングマン。わかんない。ヤングマンかどうかわかんない。金魚姫さん、ダサかっこいい。かっこいいんだ。元ケースワーカーさん、俺の家にもテレビない。俺、テレビやめてどれくらいかな。だからたまにテレビ見ると、引き込まれるんだよな、ほんと。なんか。ベニズワイガニ、エビビさん、うん、ヤングマンじわ。頑張ったよね乗り込む系狙ったけどかすりもしなかったもうフォロー入っちゃったいいんだけど、あーそうテレビ脳みそクソカスカオスさん、俺はマジマンジ以降休憩中、マジマンジもよくわかんないし、なんか本当に俺宇多田ヒカルで止まってんだよね音楽、宇多田ヒカル以降わかんねえもんな、あいやスーパーフライとかギリギリわかるか、なんかあの頃に帰りてえな俺、なんか昭和に帰りたい、オフラインに戻りてえよオフラインに、もうずっとオンラインだからね俺。笑い男さん米津玄師、いや米津玄師もなんか微妙なんだよね俺の中で、言うほどか
言うほどか、米津。なんであんな神格化されてんの。なんかバンプオブチキンの波形でしょあれって。って言ったらダメなことなのかな、ファンの人怒るのかな。なんかバンプの波形2つあるじゃん。3世代後が俺米津だと思ってて、もう一つ前なんだっけ、あの全然前世って歌ってんのあれバンプでしょ。要はなんか新しくない、バンプは新しかったんだけど、米津は俺バンプにしか聞こえねえぞ。違うのかな。だから米津原始がわからないんだって、全員ここ聞いてるやつだから無理なんだって、もうそういうトークしても米津がわかんないんだよ、うん、ねえ、こういう空気になるんだって。そうそうさんわら、金魚姫さんお年寄り。いやもう本当にやばいよ、高年齢化が。バンプを知らない。バンプ知らん。マルムいくつ。え、バンプ知らないの。え、あ、バンプもだあ、ごめん、じゃあさ、一番ストライクだった中学生の頃聞いてた曲、前世はラッドウィンプスだお、うん、あの中学生の時ヘビーで聞いてた曲、金魚姫さんバンプがよくわからん。バンプオブチキンわかんないの。マジかよ。のりこもわかんないの。うん、3校上なのに、うん、にわかだ。え、な、え、のんちゃんが一番ハマった曲何、同世代っていうか、その中学生の時、中学生の時ハマった曲書いて。聖子ちゃん。おお。マルーンさん姉の影響でユーミン聞いてた。ユーミン。金魚姫さんプリプリ。プリプリ。大地と雷ちちと三番プって千葉出身だって。千葉千葉。さくらさくら。よい子ちゃんカバンプね。マジか。だからこれを聞くとさ、結構マジでちょっとあれなのがさ、脳みそクソカスカオスさん WW 松田聖子堀越学園じゃん、うん、松田聖子が堀越学園3年の頃、母ちゃん堀越学園1年なんだよ。あの俺の母ちゃん堀越学園だったんだよ、そこだったんだよ。で松田聖子の2個下なの。そう、バンプは知ってるか。だからね、のりこが俺よりも母親の年齢近いんだよな、これ。エビズワイガニ、エビビさん、リップスライム。リップスライムか。だから年齢層高いよな。元ケースワーカーさん、クイーンを聞いていた。おしゃれかよ。洋楽出た。そうそうさん、やっぱり石原裕次郎だろ、ひばりちゃんも最高。大地と雷ちと。もう、そそが滑り倒してるよ、もう。誰か止めて、そそ。そそばもうやけくそになり始めたから。カーブの香り。ルビーの指は。ルビーの指やったのに。クソカスカオスさんマット。あ、光源氏。光源氏。ああ。だからいかに俺よりも上かだよね。なんなんだろうな、これ不思議だよな。なんでうちのリスナーって俺より年齢高いんだろう。それがわかんないんだよね。昔から謎なんだよな。なんでこの年齢層に受けるんだろう。あと、のんちゃん、見切れてるの怖い。すげえ怖いから。入るなら入ろうよ。その、おでこ感がすげえ怖い。ちょっと入ってみて。フレームインしてみて。そう、すげえ、これ、もう完全にこれ。入るなら入る。すげえ微妙なところで映ってるから。そう、昔からこっから覗くんだよね。のりこの穴なんだよ、これ。そう。乗り子用にここ開けてんの。笑い男さん、 LIKLNPARK とスリップノットが大好きだ。うん、脳みそクソカスカオスさん、逆に肩口幅が広いからじゃん。サウナ行く。プシスアットマークマック BF1CB750 三心霊写真ぽい。エールさん、怨念が怨念。ベニズワイガニ、エビビさん、乗り子の穴。乗り子穴だよ、乗り子穴。金魚姫さん、サウナいいね。サウナ行こうか。うん、うん、俺もサウナ行ってちょっと汗流そう。脳みそクソカスカオスさん、バーテンダーのりこ。うん、塩サウナだったらどうするの。ああ。そうそうさん、滑り倒す。聞いちゃった、旅団やめます。旅団だったんだ旅団だったんだ、うん、もう俺とっくに解散して全滅してたと思ったけど、まだいたんだ。いたんだ、旅団。旅団の生き残りまだいたんだ。もう俺壊滅したと思ってたもん。
もうあのどれの深夜食堂とかいろんなものにもう根絶やしにされたと思ってた。まだ生き残ってたんだ、すげえな。逆にびっくりした、旅団いたんだまだ、あの古の、生き残ってたんだ。いやフレディ・マーキュリーかっこいいよね。いやフレディ・マーキュリーマジでかっこいいよ。曹操さん一番大隊長だわ。一番大隊長なんだ。最前線一番辛いやつだよね。うん、旅団セカンドシーズンちょっと考えないとな。囲いが壊滅的だからな今な。アンチにボロボロにされてるからもう一人で戦うの疲れたもんもう。うん、すごいよ今。あ、っていうかワンピース面白いんだけど、ワンピース読んでる？ワンピース。ワンピースいいよ。和の国編めちゃめちゃ面白いよ。ちょ、ワンピース今回もう本当に俺はワクワクしかしないね。ワンピース読んでね、みんな。ワンピース読まないダメだよ。字が多いから。字が多いんだよね。金魚姫さん子供が読んでる。いや、親も読んでいた。飲み行ってくんだ。行ってらっしゃい。いや、ワンピース、一巻とか読んでないでしょ。一巻めちゃめちゃ読みやすかったんだよ、のんちゃん。知らないでしょ。うん。一巻、これくらい文字少ないんだよ。ああ、すごいでしょ。さん泣きそうになった。いや、泣くよ。いや、ワンピめちゃめちゃいいよ、今。あのね、タマっていう女の子がいい。ママさん、メゾン一国なら。いや、メゾン一国の話はいいや。ワンピース読んでないとか、マジか。マジで言ってんの？あのね、本当にワンピース読んでないって結構損してるよ。ワンピースは絶対読んだ方がいいよ。あの、本当に取り返せるどころか、あの、食わず嫌い結構多いかもしれないけど、読んだこと、あのね、すごいよ、やっぱ、ワンピース。アラバスタで飽きた。あー、アラバスタはちょっとなかったな。あのね、そう、ぐだりポイントがいくつかあるんだけど、取り返すから、ワンピースは。ね、まず、三次編でしょ？三次編。よくなり始めっていうか、覚醒し始めるのが三次編。で、型、もう定番を作ったのがアーロン編なの。波編。で、そこで、あれが来るんだよ。チョッパー16巻まで読んでほしいんだよね。絵が好きになれないのはね、ちょっとわかるな。でもね、やっぱストーリーが面白いんだよ、ストーリー。うん。ワンピース読んだ方がいいよ。ワンピースは読んだ方がいいよ。で、今回、子供が読んでるけど、16巻までは読んでほしいね。で、16巻から今度ね、42巻あたりまで辛い時期が来るんだけど、もう捨て会みたいなのがすげえ来るんだけど、あの人やっぱ天才だよ、ワンピース。小田栄一郎は。あのね、絵じゃないんだよ、ワンピースは。うん。絵もだんだん上手くなるけど、本当にね、耐えて読んだら面白くなるよ。むしろすげえと思う。あ、っていうかみんな知ってる？今、ワンピースが1位、2位がヒーローアカデミー、4位がスラムダンクだよ。あの、コミックスの売れ行き。どうしてもこっち向いちゃうんだよな。こっちなんだよな、カメラ。今、スラムダンクが4位だよ。ほんとこれ化け物だなと思う。新装版のスラムダンクが普通に売れてんの。やばいよね。あの分厚いやつ高いね。あのちょっと分厚くて高い。あの、パッケージ新しくしたやつね。うん、ペヨーテ食ってる。いや、スラムダンクが今売れてんだよ。4位なの。いや、すごいよね。だから時代が変わっても面白いものは面白いんだよ。そう、スラムダンク、スラムダンク。桜木花道。スラムダンク読んだのんちゃん。うん、読んだ。めちゃめちゃ面白いよね。うん、俺宮城亮太が大好きだった。いいね。ナンバーワンガード、かっこいいよね。かっこいい宮城亮太、うん、誰が好き？知らないんだ、スラムダンク。宮城亮太だね。宮城だよね、やっぱね。りょうちんめちゃめちゃかっこいいよね。ハーフみたいな顔してる。ちょっとね、ちょっとね、うん、宮城りょうと最高だよ、うん、メゾン一国を逆に読んだことがない。メゾン一国面白いのかな。アニメで見てた。あれでしょ、あの死んだ旦那が死んだ
あの、おかみを口説く話でしょ。そう、未亡人を口説く話でしょ、うん、あれ、あれだよね、犬夜叉とか書いてた人だよね、うん、あの人すごいよね、犬夜叉当ててメゾン行こうかって、もう一個あるよね、うるせえやつ、うるせえやつらだ、すごいよね、うん、3つ当ててるって化け物だよな。え、犬夜叉の、え、刃とか、刃、犬、え、犬夜叉、え、ランマは違うっけ、ランマもそうだよ、ランマもそうだよね、めちゃめちゃ当ててんじゃん。しかもさ、高橋留美子ってその人って、あの、女なのに少年誌で売れたっていう、めちゃめちゃ珍しい例だよね、確か。うん。のんちゃん、アイラが好きだ。アイラ様っていうかね、のりこ。のんちゃん、アイラ好きだよ。アイラ様ってちゃんと言うか。アイラ様、イケメンだから。アイラ様、イケメンだからね。おう、のりこ、元気かーってちゃんと言ってくれるの。うん。のりこ、減らってねえかーって。どうだよ最近って、騙されてるぞ、騙されてんだろお前花火ありがとう、うん、あの声のトーンムカつくよね、うん、アイラのね、うん、俺あれ読みたいな、あのなんだっけ、あのなんだっけ、牛音トラ読みたいな、今なんだっけ、獣の槍だっけ、カラクリサーカスは読んで面白かったんだよね。若って人はね、うん、超イケメンだった。あ、イケメンだったね、若ね。俺見た。若イケメンだった。脳みそクソカスカオスさん、犬夜叉はメキシコでも大人気。メキシコで受けてんだ、犬夜叉。意外な。メキシコ人が犬夜叉大人気なんだ、へえ。それは意外だな、それは知らなかったわ、最新のデータだ、へえ。犬夜叉ね、でも若マスク取らなかったから、あー危ないね、あでもあれ、あでも口元でだいぶ崩れてるやついっぱいいるからな、みんなになんかね、マスクの下はミュウツーだぞって言われて、あネットの王子みたいになる、いや、いやもうネットの王子は悲惨だったからな、ほんと事故でしょあれ、ほんとに、うん、いやいや、まあまあまあ、マスクはマスク補正はあるからな、あでもマスクつけてて超イケメンだったね、うん、あ顔整ってると思って、うん、ね、サプリくんにはかなわない。いやサプリが俺一番顔整ってると思うよ。だサプリがさ、ほら可愛い子さらしちゃったじゃん彼女、うん。あれ絶対ミスだよね。うん、しかももう全員離れたじゃんあれで一回、うん。サプリもったいねえよな、天下取れたよねあれ。サプリは本当にイケメンだと思う。イケメンっていうか。あれでもあのサプリ、ノーミソクソカスカオスさん、ネトプリはそれでも負けない W、 あのサプリくんって結構キチガイなの知ってる、うん、あのゲイビデオとか出てんだよこれ知らないでしょ、うん、あのアメリカ人に聞いたんだけど、いやサプリってキチガイっすよっつって、あのゲイビデオに出演してたりとか、あの2丁目で売春配信とか普通にやってますからねってそうキチ系なんだよあのサプリって、そこがねすげえ面白いんだよね、俺あのサプリのあれが好きなんだよね、なんだっけ、アルミハーツがすごい好きなんだ、アルミホイルで、うん、あのクロムハーツをひたすら作り続けるっていう、 そう、いやサプリイケメンだよな、サプリイケメン、なんか若いからまだ綺麗なんだよね、うん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 、そう、ケツ毛生えてない感じがね絶対対決が入ってない。漫画は26年前にこんな世の中に明確になると書いたサンクチュアリが神。ああサンクチュアリね。ああサンクチュアリか、渋いところ来るなサンクチュアリ。ああ。しんちゃんママさんやだ。あサンクチュアリか。俺はねでもねちょっとねこれねわかる人、これね多分ね誰もわかんないって言うかもしれないんだよね。この漫画わかる人いる？うちのリスナーでいる？ワールドイズマイン、
これわかる。あのね、なかなかね、俺出さないんだけど、これわかる人手上げ、わからない人手下げ。ザワールドイズマイン。ヒグマドン。これが俺本当の名作だと思うんだよね。多分みんな知らないって言うでしょ。大地と三日月地と知らないよね。マルーンさんへ。やっぱみんな知らないよね。水沢海さんへ。超問題作だから。超問題作。超問題作。笑い男サンボからなら知ってる。ワールドイズマイン。俺あのいろんな映画とかに影響を与えたって言われてんだけど、要はその純粋悪みたいなものを書いてるんだよ。もうめちゃくちゃなんだよ主人公が。そう、多分ねクソカスカオスはワールドイズマイン絶対ハマると思う。これすごいって言うと思う。多分カオスは絶対好きだよワールドイズマイン。ぜひカオスにおすすめ。多分エンディングがすごい面白いと思う。ボカロ？ボカロってなんだろう。ボーカロイド。ボーカロイド曲であるってこと？隠れた名作いっぱいあるからな。脳みそクソカスカオスさん、俺多分知ってるよそれ。知ってる？もうカオス絶対好きだと思う。ワールドイズマイン。あ、そっか。あの記憶やられちゃってんのか。そうだ。カオス記憶持ってかれちゃったんだよ。脳みそクソカスカオスさんボーダーも好き。うん、そうだ。いろいろやられちゃってるから。そうそうそう。大事な記憶ハードディスクやられて持ってかれちゃってるんだ。そうだ。っていうかカオスいつ遊んでくれるんだろう、ね、カオス全然遊んでくんないよ。そう、絶妙な距離感。こないだ金髪に染めてたやん。そうそうそう。 でも新しく染め直してる。へー、うん、グレーになった。グレーっぽい感じの方がかっこいいね。あのちょっとシルバーがかってる感じになってる、うん、カオス金似合ってなかった。うん、なんか渋い感じがかいいのに。カオス脳みそクソカスカオスさん、名前が思い出せないけどいっぱいあるんだけどね。WOS が焼けた。そう、無差別殺人。無差別殺人するやっこだっけ。そう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 。要はレイプしたりとか殺人とかしたりとか。脳みそクソカスカオスさんコングレー。あのもうめちゃくちゃ主人公の、そうめちゃくちゃ主人公なんだけど、そのそこに怪獣が襲ってくるの。マルーンさん殺し屋 1K。あ、そっち系かもしれない。そっち系かもしれない。要は、だけど、もう純粋悪っていうのかな。本当に、その、純粋悪。しんちゃんママさん怖い。うん。ちょっと怖い話だね。そう。歌舞伎者さんを思い出した、うん、北海道一番。そう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 、それそれそれ。男さん、サイコっぽい。そう。サイコっぽい感じ、そう。だけど、ちょっと哲学的な。あの、その、バイオレンスを書くだけだったら俺は嫌いなんだけど、そうね、あの哲学的な終わり方が、あので結構影響を与えてるんだよね、やっぱいろんな人に、うん、なんかねすごい終わり方をするんだよね。なんかしんちゃんママさん深そうですね。深いね。笑い男さん、サイコって漫画っぽいって言ったの。サイコって漫画がわかんないな。殺し屋一系かもしれないね。歌舞伎者さん、殺戮の意味を問うね。うん、そう、もう本当に本当にそういう系。あとやっぱり僕らのかな、すげえなと思った。あと秘密だよな、やっぱり秘密はすげえ影響を受けたな。秘密はなんか響いた。怖いって思ったもんね、初めて読んだ時。要はぶっ壊れてるやつ、まともだと思ってるやつがぶっ壊れてるっていう。ノーミソクソカスカオスさん、なぜか上条敦の SEX が絵がアートで好きだった。あ、でもセックス描写がね、なんかグッとくる作家とか見るとやっぱ。エールさん、多重人格探偵サイコか。あ、わかんねえなそれ、多重人格探偵サイコって。うん、わ
かんねえな。なんか新しい度肝抜かれる漫画とか読んでないんだよな。笑い男さんそそ。なんかね、こうね、うわこんなのあるんだっていう漫画読みたい。こんな、初めて、そう、こんなの初めてが減ってってんだよ。こんなの初めてが少なすぎるんだよ最近。感動がない。東京グールは、東京グール読んでないな。東京グールはなんかアイラリスナーが読んでんだ。まだら好きだった。まだら、なんかね、あ、いい漫画読みたいな。のんちゃん、銭湯行ってきていい？一緒に行こうよ。もう終わるから。うん。あと3分で終わるから。うん。あ、でも石鹸1個しかない。ああ。どうする？石鹸とボディーソープに分ければいいでしょ。ボディーソープはあのシュッシュってあるから。詰め替えれば大丈夫だから。うん。何言ってるか分かんないだろうけど大丈夫だよ。うん。のりこと俺銭湯行くわ。うん。また明日だな。今日も楽しかったよみんな。ありがとう。うん。ありがとうね。また明日放送じっくりやりましょう。しんちゃんママさん、お嫁さんですか。お嫁さんですね。はい。プリンセスです僕の。はい。のんちゃんです。金魚姫さん、トリオツでした。のんちゃんで覚えといて。うん、俺より人気なの。エールサングーシモノストーンの音楽聞いたわ。矢野ラッキーさん、お疲れ様でした。お疲れ様、みんなありがとうね。お疲れ様です、うん、しんちゃんママさん、楽しみにしてます。明日ね、昼過ぎぐらいに放送する。で、あの放送やってみたいっていうお客さん来るから、珍しくね、ここにお客さん来るんで。エールさん、お疲れ様。もしよかったら見に来て。しんちゃんママさん、のんちゃん、幸せね、うん、笑い男さん、お疲れ様でした。はいはい、お疲れ。大地と雷ちちとさん、お疲れ様でした。明日はね、どちらかっていうとね、その人に配信こう教える感じだから、なんかこうなんていうのか、うん、まあまあなんかこうやってやるといいんですよみたいなコメントが欲しいかな。しんちゃんママさん、仕事の合間にお疲れ様です。うん、お疲れ様。ありがとうね。じゃあ皆さんフォローよろしくお願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとう。パフェありがとう。